こんにちは。今日から始める安心着物、着物羅漢児玉です。今日は先日こうお求めいただいたお客様にちょっとこう提案をさせていただいて、両面使える、袋帯というのを、作らせていただいたので、でそれがちょうど出来上がってきましたので、まあ、せっかくでしたらということで皆様にもお話ししたいと思って、今日は動画を撮らせていただいてます。ですね、先日ちょっとそのお客様にお話ししたのはこういう小波という、ちょっと寄ってもらおうかな、まあ、こういう小波織という織物で、まあかなりこれは実は、つるっとした素材のこうシワになりにくい、まあ、ものなんですけどもね。で、まあ、これ実は名古屋帯なんですけど、こうずっと見ていただくと、通常は、一巻き目が、柄が抜けてるものがほとんどなんですけども、これはまあ、全通といって、まあ、今こんな感じで、全部柄が入ってます。なので、まあ、こうした、名古屋帯っていうのが実は一番長さとしては、必要なので、これでだいたい1畳2尺5寸ぐらいですかね、全通で通しであるので、名古屋にも袋帯にも、半幅帯にも加工がすることができます。で、一巻き目がね、柄が抜けちゃってると、まあお太鼓しか締められないんですけれども、まあ、全通だといろんなこう締め方ができるということで、で、まあ先日ちょっと最初はね、名古屋帯にしようかなっていうふうに言われてたんですけど、まあ、お茶をなさってる方で、まあ、袋帯の方が、よりこう、正式な場所でもちょっと使えるし、まあ、こういう小波というのは、基本的には、まあ、その、里村小波という、その、個人のね、方から来てるんですけれども、まあ、お茶席なんかでもよくこう、使われる、生地なので、まあ、せっかくだったら、袋帯にしたいと。で、通常ね、袋帯のこう裏地っていうのは、まあこういうちょっとスム地のもので、で、これも実はちょっとね、ランクというか種類があって、まあ例えばこれなんかは、その同じ小波の、ところが作ってる裏地なんですね。で、こう、まあ見ていただいてもちょっとわかるかと思うんですけども、まあ、ちょっとこう生地のヨレヨレした感じとかね、まあ肉厚なのとこうつるっとした感じとかは違うと思うんですけれども、まあやっぱりね、せっかく表がこういい生地の場合は、なるだけいい裏地をつけた方がいいんですけども、さらに言うと今回の場合は実際にここに出来上がったものがあるのでちょっと見ていただきますね。まあこんな感じですね。裏も紋織の全通のやはりこういう錦のちょっと生地のものをつけてます。で、表も先ほどお話したように全くこう中抜きがないので、全部柄がこう通しで入ってますね。なので、例えばこうした袋帯の場合は、まあどういう締め方もできますし、で、まあ逆に言えば、例えばそのね、リバーシブルということで、裏側の面で締めるというのも、まあ裏は裏でね、こういうちょっと市松に名物切れの柄なんで、
例えばこう完全に裏面でまあこうした形でお太鼓締めることもできますし、まあ本来の表地であるまあこちらの面で まあこんな感じで締めていただくこともできますし、もう一つはとお太鼓をこう変えて締めてあげる。まあこんな感じですね。前に巻く部分とお太鼓と。で当然これの逆もできますので、基本的にこうした、前通のものを2本合わせておくと、4通り、まあ、使えるということで、でさらに言うと先ほどお話したように、まあ、袋帯っていうのは1畳1尺5寸という長さでいいんですけど、名古屋帯は、帰りお太鼓の帰り3尺が帰ってますので、長さが長いです。で、まあ、このお客様とちょっとお話をして、まあお茶をなさってるので、ですね、実はこうした形で、上手に生地をねこう取ってですね、ちょっとこれぐらい余らせていただいて、でこれでこれから実はですね、まあその方に提案したのは、これをちょっと気持ち小さい四角にこう縫うんですけれども、まあこれやっぱり京都でねそういうのを加工してくれるところがあるので、でそうしますと出しぶくさといって、まあ、お濃茶の時に焼却になると、まあ、その焼却さんが自分のその副作を出して、それがずっとこう回っていくということになるので、まあ出しぶくさを作られたら、まあで生地も小羽織ですので非常にこう、つるっとしたいい生地ですね。ですので、まあなかなかちょっと面白いんじゃないかなと。でまあ例えばそういうお茶席なんかでも、そういう出しぶくさで出した帯、出しぶくさと、ご自分の締めてる帯が同じだったら、あなかなかおしゃれねっていう風な形でこう見ていただけるんじゃないかということで、提案をちょっとさせていただきました。で今日まあそういうことで全通の帯を使ってですね、そういう茶席用の、まあ、リバーシブルで使える、袋帯を作りましたので、まあそれとともに、残りの生地で、出しぶくさをつく、まあこれはこれから、加工に回るんですけれども、まあそういうことでお客様にお話したものがあるので、せっかくでしたら皆様にもと思ってお話をさせていただきました。まあこんな感じでね、着物って実はこう最初にこう選んでいただく生地をこうちょっと上手に選んでいただくと、いろんな使い方ができます。でまあ、生地をどういうふうに使うかということなの でうちでは、まあ、なるだけそういう提案をお客様にさせていただいて、まあ、ちょっとこうね、人とはちょっと違ったおしゃれも楽しめますしということで、よくこういうお話をお客様にさせていただきますので、まあ、今回はちょっとそれを取らせていただきました。ということで今日は、名古屋帯、全通の名古屋帯を使ってリバーシブルの両面の袋帯を作ったというその件についてお話しさせていただきました。以上ありがとうございました。